んな会場に降り立つアーティスト。続いては言葉では語り尽くせない、音で心を動かす水崎佳奈。幼い頃から音楽を学び、ピアノコンクールや有名オーディションで高い評価を受けた実力派シンガーソングライター柔軟性があるからこそ、こんなにたっぷりといろんな、ただ感情や情緒を中に入れようって思っただけだと、もしかしたらスピードの速い曲になってしまうかもしれないし、あんまり動きのない曲になってしまうかもしれないけど、柔軟性があるからこそ自分の気持ちを曲に乗せられる。絶対3年前だったらこれ言われてないと思う。感情を表現できる。すごい嬉しい。今の楽曲は8分の6っていうビートで、ピッコリビートがずっと続くんだけど、音をちょっと止めたりとか、ビートを先にちょっと早めになったりとか、一歩弾いたりとかっていう新手法を自由自在に、楽曲の中を本当にスイスイと泳いでる。では間合いを巧みに操る演奏をチェック。そのライブ感でオーディエンスをより引き込んでしまう。痩せたね。ここより毎回毎回痩せたかも。むくんでるだけかも。恥ずかしくない。そうだね、嬉しい。他にもめっちゃ流してくれて、注目してほしいのがクライマックスの大サビ。聞いてほしいとこ全部聞いてもらってね。色彩のサウンドを生み出す彼女、新体験な音の世界を堪能してほしい。でも会場に行けないと。いや嬉しい。
公式 YouTube チャンネルにて無料配信。嬉しいな。しかも有名のね、口までしていただいて素晴らしい出来上がりです。ブレイクアウト見ていただいてありがとうございました。そしてこの動画も見ていただいた方本当にありがとうございます。水崎から、あーあーびっくりした。最後まで頑張って。B プレジデント9月7日、0時ちょうどからサブスクで配信リリースです。ぜひ聴いてください。そして今 MV とか他の曲も制作中なので、ぜひぜひ SNS などをチェックしてください。ありがとうございました。またね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 。